雨の中ですが、ローザンドシュラブができます。シュラブとは寒木ですね。短く切れば竹も下がり、長く残せばちょっとつるっぽくもなる。はい、薄紫のサルスベリ、サルスベリすごいね。白から赤から紫から、そして夏の暑さにも強い、いいですね。素敵でしょ。ほら、ここはですねオレンジガーデンと私呼んでます。オレンジ系のバラ、あのジャストジョイとかのみたいなバラから、イングリッシュローズでいうとレディーオブシャーロット、レディーハミルトン、なんかオレンジ系のバラが結構しっかりと植えてありますね。ちょっと紫もあるかな、ね、ムクゲもあったり。雨降っております。気持ちいいです。あ、まだ残ってますね。ハミルトンさん、ボロボロのハミルトンさんですが、これ山ぶどうですね。これもその辺で生えてますけども、今はこれさえもガーデンに使ってますね。夏に強いんですよ。大きいところがあれば山ぶどう、これおすすめです。おい、やばいやばい、いっぱい降ってきたけど、まあいいでしょう。この辺私結構好き。道がしっかり広く取ってあって、こうナチュラルな中にもちゃんとあの整然としたバランスいい植え方がありますね。これが西洋アジサイ、東洋のね山アジサイと違うでしょ。葉っぱがツヤツヤなの分かる。これもこれで綺麗なんだけどね。花も豪華、大きくボーンってやつね。俗にハイドランジアって言われてるようなやつが、このさっきのテリテリの山アジサイ、これパッドオースティン、これもオレンジですね。パッドオースティンとかオレンジ系のバラで、ここはこっち側、反対側はピンク系のバラです。ここは、ポンパドール、あのデルバールのね。そしてユメカ、日本のバラ香り高いよ、病気弱いけどね。そしてここ行くと芳醇ですね。日本のダマスク系で揃えてあるのかな、香り高いダマスク系で揃えてありますね、芳醇っていう感じで、道幅広くて私とっても素敵。これ右に曲がると、さっきねレッドガーデンにところにつながったときめきガーデンというね、春と秋のバラの季節にしか道が開かない、そんなガーデンに出ます。ここハイブリッドティーが多いので、結構消毒しっかりしていないといけないガーデンですね。なのでそんなに好きじゃないです。ザ昔からのバラってわかる、あの上ドーンドーンっていうね、ああいうのが好きな人はこのときめきガーデンおすすめ。さあ、次どこだ、ここも行ってみようか。ここ私好きなピンクのイングリッシュローズがたくさん植えてありますね。これは、オールドローズのラフランス、オールドローズじゃないか、初めのハブリッドティーですね。アーリーハイブリッドティーラフランス。ほらツルバラの、それも可愛いね、斑入りのツルバラが植えてありますね。それからこれがジアレンウィックローズ、ガートルードジーキルね、イングリッシュローズが結構ちょこちょこと植えてあります。ちょっと日陰気味だからいいのかもね。イングリッシュローズやっぱりさっきも言った通り暑いとこちょっと苦手なので、ちょっと半日陰ぐらいが実は気持ちよさそうにそうにいます。はい、西洋アジサイ、テリテリで葉っぱも濃い、これもこれで綺麗なんだけどね。こんだけしっかり切ります。そうすると来年はこれぐらいでボーンって咲くんですね。結構深めに切った方がしっかり低めで咲くので、この辺もねやれるといいですね。面白いね。そんな中に常緑のね、こんなねのがシルバーリーフがあったり、斑入りのねあったりと、とても素敵です。さあどんどん行きましょう。よいしょ、じゃあこっちの道行ってみましょうか。はい、ここもね実はイングリッシュローズが多いんですよ。さあ、写真撮ってます。雨ですね。おい、これ、ね、実はイングリッシュローズです。名前忘れちゃったけどイングリッシュローズです。はい、日陰に植えてあります。半日陰に植えてありますね。日陰の中のね、私ね
何サルスベリの中でもやっぱ白花ってやっぱりすごく好きで、例えばシャクナゲもシャクヤクもこのサルスベリも白ってね、独特のこのポンって光が灯ったような明るさがあるので、やっぱりホワイトガーデンが好かれるのがわかる。白って独特なあの雰囲気が、他の色にない独特な雰囲気があります。ただ昔ヨーロッパでは白 は色のない色って言われてて、意味嫌われもしくは白バラっていうのは白っていうのは純潔の意味、キリストであの宗教的に言うとね、純潔な意味で囚われていたので、ちょっと日本とは意味合いが違ったりもしたんですけど、でもあのやっぱり白っていうのはね、暗い中特に夏場とかは明るさを演出、そして何とも言えない清楚さを演出してくれるので、あの私は大好きです。さあこんな感じが、今ぐるーっと見ましたね。これ一遍で動画と流せるか切るか分かりませんけど、これがローズ&シュラブガーデンっていうものです。なんとなくみんな分かってね、見てくれたかな。ここゆっくりゆっくり歩くだけでも本当に気持ちいい。これから秋の季節は本当に気持ちいいし、あと1ヶ月するとここがねバラで満開になるので、ぜひ見に来ていただければなと思います。ということでハッピーハロウィーン。